見て、ピカピカになった。いいぞ、これでバスビー大王子さんとランチに行っても平気。汚いのが大嫌いなんだ。あ？さあ、急いで行こう。遅れちゃうぞ。おい、マスター。あ、何？泥で汚れないようにな。うん。ダメだね。綺麗になった。行こう。あ、おはよう。わあ、もうすごく楽しみ。王子さんに会うの。いつも美味しいランチをご馳走してくれる。チップスにサンドイッチにチーズスティックに。そうだな、バスター。キャロットケーキにパンにレモネード。今日もブルーベリーマフィンあるかな？ねえ、どう思う？パパ。あるといいな。それにピーナッツバターにアイスクリーム、あと…ごめん。また洗わなきゃ。急げ、遅れちゃうぞ。よしパパ、競争だ。わかった、受けて立つ。ケーキだ。うわあ、おっと、しまった。行くぞ、ランチに間に合わない。なんとか間に合ったようだ。よくやった、バスター。ありがとう、パパ。それじゃ、大おじさんと会えるぞ。つまんねえ。パパ、洗車に行かないとね。バスター、何してるの？この衣装箱に入ってるものを使って遊ぼう。じゃあみんなで海賊の劇をしようよ。ほら、キャプテンバスタービアードだぞ。いやー、それとっても楽しそう。私はジャグリングをする。あー、いいね、海賊っぽくって。僕が作った歌を歌うね。聞いてて。大きいバスは、オイエー。あー、バイリット、海賊は歌わないかな。僕のは歌う。じゃあ僕は足をたくさんつけて巨大な椅子になる。巨大なイカだね、アッシュ。じゃあみんな、早速始めよう。いろいろ準備するよ。トラクタージャズがいいかな。いやあ、みんな、いやあ、キャプテンバスタービアードのお話だよ。俺はこの世界で一番勇敢な海賊だ。で、私は相棒のジャグリング海賊。誰だ、お前は。お前も海賊だな。ただの海賊じゃないぞ。俺様は歌う海賊、バンディットベアードだ。バンディット、そんな。大きいバスは、オイエー。大きいバスは、オイエー。どんどん進め、ゴーゴーゴー。スピード上げろ、ビュンビュンビュン。出番だよ。僕は巨大なイカの
大きいバーうわ、もうめちゃくちゃだ。そんなことないよ、お客さんは喜んでる。さあアッシュ、最後のシーンだよ。緊張してるの？また失敗する。大丈夫だよ、楽しめばいいんだ。アッシュがいなきゃ楽しくない。僕は巨大な椅子。イカだよ。僕は巨大なイカ。この足を見て。おっきいバスだ。うわあ、とっても楽しかったね、バスター。うわあ、楽しかった。バスター、バスター、バスター、こっち、フリーだよ。まずい、大変、バスターが。バスター、大丈夫？バスター、君の歯取れかけてるよ。え、うわー。バスター、僕の計算だとね、その歯は今にも抜けそうだ。代わりにロボットの歯を入れないとね。ロボット？それって全部僕のせいだよ。騙されないんだから。一度抜けた歯は二度と生えてこないってみんな知ってるよ。生えてこない？あそこ、歯医者さんだ。助けてくれるかも。もう無理だと思う。絶対に行くんだ。アッシュ、スカウト、サイレンよろしく。通れないや。ねえ、どうしたら。どうしたらいいんだろう、パスター。僕に考えがある。スカウト、君は。スカウト？スカウト！ペンペンペン、捕まえられるかな、ラブルさん。ああ、なんとしても捕まえてやるからな。よし、捕まえてやるぞ。ごめんね、ラブルさん、私、歯を守らなきゃ。ねえ、まだつかないの？ああ、私もう止まっちゃいそう。きっと大丈夫だよ、もう一息だと思う。あー、バスター？僕たちならできる。でもね、そこにもっと大きな歯が生えてくるのよ。え、もっと大きいのが？ロボットの歯を入れなくていいの？そんな必要ない。さあ、この歯は持って帰って。うわーい、抜けた歯だよ。ロボットの歯よりかっこいいね。次は僕の歯が抜けるといいな。私にも見せて。ん？バスター、どうした？僕の歯、抜けそうだ。変な感じ。ああ、バスター、歯なら勝手に抜けるぞ。でもそれっていつ？すぐだ。抜けた歯はな、枕の下に置くと妖精がコインにしてくれる。金のコイン？ああ、そうだな。だから我慢しないと。それでね、もうすぐ歯が
抜けるはず。ちょっと我慢しないと。あ、バスター、歯を枕の下に置くと妖精が金のコインを持ってくるんだ。バスター、うん、歯をどうするんだろう。バスター。何？あなたの歯もう抜けてるよ。うわ、うそ、僕の歯ないよ。どこでなくしたの？覚えてない、わかんないよ。見つからなかったら枕の下に置けないよ。もう最悪だ。ねえバスター、私たちで探そう。それって探偵みたいに？そうだよ、探偵のバスター、消えた歯事件を調べる。いや、抜けた歯は見てない。それは本当？本当、絶対絶対本当だよ。じゃあそれは何？え？うん？落ち着いてスカウト、これはミント味の風船ガムだよ。歯だね。ああ、僕見たよ。本当に？本当。ほら。バスター探偵、見て。待って、これ歯かな。消しゴムがあった。わーい。バスター残念だけど、この事件は迷宮入りね。それ何？僕の歯だ。今朝転んだ時に落ちたんだね。やった、事件解決。さすがだねバスター。もう突然自分が西部にいると気づいたんじゃ。だからこの帽子をかぶっているのさ。本物のカウボーイの印だぞ。すごい、僕もカウボーイになりたい。僕はあの帽子が欲しい。我慢だな、本物のカウボーイはじっくりと待つこともできるのだ。うわ、帽子が。大丈夫、バスター保安官が捕まえます。ギーハー。次はカウボーイの帽子に止まります。悔しい、欲しいのにな。でもあれモンティのだよ、バンディット。でも欲しいんだ、帽子がなきゃ本物のカウボーイになれない。なあ、あ？僕のだ。いや、君のじゃないよバンディット。必要なんだ。ストップ、破れちゃう。ああ、行こうアッシュ。サボテン畑？地図には載ってないのに。バスター保安官はサボテンなんか恐れない。待って、バスター、ここ入っちゃダメ、タイヤがパンクしちゃう。だけどモンティの帽子を持ってってあげなきゃ。モンティも言ってたでしょ、本物のカウボーイはじっくりと待つこともできるのだ。ちょっとどいて、ノロマくんたち。痛い、助けて。あ、やった。ごめんなさい、僕は本物のカウボーイになりたくて帽子が必要だった、モンティみたいに。ああ、本物のカウボーイになるには帽子より大事なものがあるのだよ、バンディット。すごく時間がかかるんだよ、モンティみたいに。その通り、君こそ本物のカウボーイだ。この帽子をあげよう。さて、バンディットをガレージに連れて行ってやろう。
いいかな、カウボーイよ。ヒーハー、ありがとうみんな、いてて。はい、そこまで。みんなの研究発表を見るのがとても楽しみです。あ、まず先生が虹色の水を作る実験をします。でもその前に足りないものがあるけど、わかるかな？僕のママが足りない。あ、ゴーグル？そうだね、バスター、ゴーグルだ。うわー、それなんです？あ、先生のランチだよ。虹色にならなかったな。では休み時間の後に発表してもらうよ。みんなはうまくいくといいね。うわ、君のロケット最高にかっこいい。でしょ、君の火山だってなかなかすごそうだ。この液体をね、火山に注ぐと噴火するんだ。あ、おっと、ロケット飛んじゃった。バッテリーを積んでるから、うん、ロケット追いかけよう。じゃあ私に任せて、見ててね。行くよ、スピーディースカート。バンディット、合図したらそっち側に乗って。いい？行くかな。行くよ。ごめん、行くよって言ったから。これまずいね。あ、バスター。急げ、加工を塞がなきゃ。太陽を取って。あ、危なかった。これはなんとも素晴らしい。一体誰の研究かな。みんなです。みんなでやりました。では片付けもみんなでやらないとね。先生はランチを食べよう。ついてるロケットは食べられないかな。大きくなったらみんなもお仕事をすることになります。夢は大きく。何になりたい？どうかな、消防車、救急車、学校の教師もいいぞ、先生みたいに。あとこういうレースカーになって世界中の大きなレースに出ることだってできる。いろんな仕事があるね。消防士に、宇宙飛行士に。僕の夢は、東大。スカウト何になりたい？私はレースカーになる。スピーディースカウト。それで大きなレースで勝つ。すごいね、スカウト。誰よりも速いレースカーになれるよ。じゃあ僕が実況をするね。スピーディースカウトが大きなレースに臨みます。サポートはバスの。バスター、こちらは世界チャンピオン。彼に勝つレースカーはいないでしょう。ターボカーのチェイス・オクタンが登場です。スカウトなら勝てるよ。それでは位置について、ゴー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 。そこ、右に曲がって。近道だ。違う、それは左。こっちね。やっほー、ロケットみたいに速い。え、どうしよう、バスター、タイヤがパンク。
でももう無理、追いつけっこない。まだ勝てる、だって君はスピーディースカウトだ、うん、追い上げてきたのはスピーディースカウト。すごいぞ、追いついた。さすがスカウトだね。ありがとう、バスターのおかげだよ。おっと、バスター。バスター、サプライズ、ハッピーバースデースカウト。大親友の誕生日を忘れるなんて思ってないよね。ぐしゃぐしゃになっちゃった。でも心配しないで、まだサプライズはあるんだ。ついてきて。でも目はつぶって、薄目はなし。目を開けちゃダメ。バスター、どこに行くの。サプライズだよ。わかった、レース場だね。待って、わかった、ディスコトンネルに行くんでしょ。もっといいとこ、お楽しみに。よし、じゃあ開けていいよ、ほらサプライズ。あ、ねえバスター、ジェイタのガレージで何するの。待ってて、スペシャルプレゼントだよ。サプライズって教えちゃったね。準備はいい。あ、いいよ。君をレースカーにしてあげるね。街で一番速い車になるんだ。ゴーゴーゴー。バスター一つ忘れてる。楽しいね。これって時間がすごくかかるんだよ。でもやってよかった、大親友のためだもん。あー、バスター、将来整備士になれるかも。バスター。おっと。ごめんスカウト、でも僕ペイントはうまいから。ペイント？だけどさっき洗ったばっかりだよ。あー、また行っちゃった、サプライズのはずだったのに。来て。あー、いい感じになってる。あー、どうしよう、塗る色間違えちゃった。スペシャルな誕生日にしたかっただけなのに、僕失敗ばっかり、ごめんね。謝らないで、嬉しいよ、最高にね、とっても楽しかった。本当に？もちろん、ガレージで親友とめちゃくちゃできたんだもん。こんな楽しいことないよ。イヤホー。でも写真撮るのにそれだと。大丈夫、私にいいアイデアがある。バスター、二人とも大変身するんだよ。バスターたち遅いな。おお。今日は今までで最高の誕生日。喜んでもらえてよかった、楽しかったね。ディグレイ、よろしく。いいよ、すっごくいい感じ。ヤッホー、山って大好き。雪って最高だね、ガタガタするのも最高に楽しいよ。うわー、このジャンプ台すごいね。ねえ、飛ぼうよバスター。僕はやめておくね、転んだら大変。やろうよアッシュ、君はスーパー消防車だもん、何だってできるって。よし、みんな行こう、レッツゴー。スカウト、僕たち飛んでる。バスター、落ちちゃうよ。二人とも大丈夫？大丈夫じゃないかも。私もダメ、お家に帰りたい。大変だ、衝突のせいで充電が。ジェイダのところに行かなきゃ。まずは山を降り
りないと。アッシュ、手伝ってくれる？これを使おう！私は何だってできるよ。そうだろ？だってスーパー消防車だもん。その調子続けて。すごいよアッシュ。二人とも思いっきり飛んじゃったのね。わあ、すっごく飛んじゃった。そう、多分世界一のジャンプだったんじゃないかな。それ冷たい。ごめんね。くすぐったい。二人ともよく頑張ったわね。だけど一番はアッシュね。バスターが言ったんだ。消防車は何だってできるよって。今日のヒーローね。その通りだよ。ありがとう、ジェイだ。いえ、こちらこそよ。じゃあ、二人はお家でよく休んで、元気になってね。スカート次は着地も成功させよう。なんだって？じゃんじゃじゃじゃーん！さあ、みんないい？いくよ！ジップズームのレース場はこっちだ！気をつけて！スピーディースカウトが通るよ！待ってよ、バスター！地図に載ってない。新しいんだよ。面白そう。いろんな色で車を洗うんだ。やっほー。ねえこれ見て。すごいすごいすごい。面白そうだね。スカウト、みんなでやってみよう。レッツゴーゴーゴー。ねえみんな待ってよ。レース場に行った方がいいんじゃないかな。大丈夫さアッシュ、後でちゃんと行くから。だってこれ絶対楽しいよ。この機械ほんと最高だね。ねえねえバスター、これもっともっと早く動かしてみよう。いいね、そうしよう。バスター、それは良くないんじゃない？何言ってるのアッシュ、グズグズしてないで行くよ。わあ、リグレ、どうやって速くするの？ちょっと見せて。これをして、こっち回して、ここもね。そして、完了！ターボチャージ！またゴミか。おっと、どうしよう、これ絶対に怒られちゃう。アッシュ、君って天才だね。え、どうして？君のホースを使って綺麗にしよう。さあみんな、レッツゴー。一体何事だ？さては誰か機械に入っていたずらしているんだな。いやラブルさん、あ、元気ですか？ちょうどみんなでレース場に行くところです。ここはつまらないな。爆発なんてしてませんからね。あ、その帽子似合ってますね。なんだか様子がおかしいぞ。私にはわかるんだよ、このラブルを騙せると思ったら大間違い。いたずらしたのは分かってるぞ。ラブルさん、